4期生って新衣装初めてですからね。おっきなことだよ。なのでこれ皆さん、これこのね、この画像はもちろんね、発表されてダダーンって、このシルエット、シルエット見た時にね、えっていろいろこの時点で予測したと思いますけど、どれがドラゴンかわかんないな、これどれですかね。どれがキルココかちょっとわかんないから楽しみだと思いますね、皆さん皆さん。さあさあ、まあ、このシルエットだけが今出ている情報、これを見てね、まあ、キルココのシルエットは出ていますから、これでね、てってれー、そろそろ私はお着替えに行って、みんなにお披露目、初めてだ新衣装という、ちょ緊張するな、行ってくるね、みんなちょっと待っててね。でん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 、キルココ下から来るよ、下から来るよ、タッタタッ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 タ、私のバインバインよ、見てー見てー、あらららあららら、まずいのでは、 YouTube くん、まだまだだよ、まだまだまだ下がありますから、ちゃんと来てるよ、ちゃんと来てるから、いくよ、全身をちょっと見てもらいます。ちっちゃくなるよ。キューン。あー、セクシー！こんな感じになりまーす。こちらね、山ママに私が希望を出しまして、どんな風にしたいってママが言われたので、私がね、ママ、私、龍が如くのツバフリみたいにしてほしいよって希望を出しました。そしてママがね、ツボ振りにしてくれました。あ、こうね、袖こうやって出したんだ、彼、姉さん、よい、ありがとう。こう尻尾がプルプル震えて、初めて着物なんて着ちゃって嬉しい、セクシー。当初もね、なんか布が少ないみたいな、上着を脱ぐとちょっとエッチらしい、あ、エッチ、あ、エッチっていいのかな、うん、センシティブらしい、うん。でもさっきのさ、ココチーのもさ、結構センシティブだったよね。おっぱい触りたい、あー触りたい、やっぱりプニプニ最高。いや、そんなことは違うんだよな、ちゃうやな、おい、ちゃう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 。徳闇とはお正月衣装でつぶれてくれたら嬉しいなと思っております。いっぱいスクショしてほしいな。ドキドキスクショタイム、これスクショタイムなんかな。ではいきます、ドン。かわいいでしょ、チルチルチルン。見て、手見えてる、手、網のね、手、やっぱり網タイツも生えてるし、見えちゃってるよ、チュルルルルー、最高ですよって、ありがとう、かわいい、ほんとに、いやーい、これね、あのね、ピン止めもね、外せるんだよ、ピン止めも、ほんと、あとホラーもね、外せるの、これ見ててな、ほや、え、ウキウキなんだけど、どうしよう。こっち？ツインテール。どっちも好き。選べない。ショート、どっちも好き。前の方が好き。おー！ショートが新鮮。どっちも好き！やったー！どっちも好き！嬉しい！やーい。でも、これね、一応ね、あれなんだよね。
ね、なんせね、トアはね、マミーとね、一緒にね、なんかこういうのがいいなっていうのをね、話できたことがすごい嬉しかったんだよね。よかった。それではですね、お正月ということで、まずはね、おめでたいお話、2.0、ライブ 2D の 2.0 をですね、頂戴いたしましたので、そちらからみんなに、お見せしたいと思います。思います。では、ちょっと一旦、僕は、かなたんめっちゃ口ちっちゃかったよねって。みんな覚えてる？僕の口が小さかったこと。僕の口めちゃめちゃ小さかったんだけどさ。はぁ。はぁ。口が、わん、開くようになった。そしてこれはね、僕のね、ちょっとね、これはどうしてもというお願いでね、ちょっとね、これ実装いたしましたが、実は、ほっぺがね、ちょっとプニッとしたの。わかるかな？こうした時にさ、ちょっとほっぺがプニッとね、しました。どう？わかる？ちょっとプニッと。僕、プニッとほっぺ大好きだからさ、握力強化なわけねえだろ。2.0 で握力強化されてるわけねえだろ。それではですね、皆さん、早速ですが、お着替えが、終わりました。見て、ザザーンと入っておりますね。そしてポヨンポヨンと、まるでおっぱいのように揺れるこのね、裾のね、ポヨン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 も可愛いでしょ。おらおら、これちょっとみんなさ、よーく見て、ちょっといいアップにしても、ちょっとセンシティブ、 YouTube くんセンシティブってバンしないでね。乗っかっちゃってんの、わかる？ここの足のソックスにお肉がちょっとね、乗っかっちゃってるんですよ。どうかな、これちょっとフェチのみんなドッキドキじゃないかな。で、どうどう、あ、天使の輪っかと危ねえよ、マジで。みんなちょっとほんとさ、手裏剣チームやめてくんない？天使の輪っか、ここにありますね。こんなね、ここにこんなに大きくあるということは、頭にはやっぱりついてないんじゃないのかなって。あ、そしてね、みんなもね、大好きなね、はい、おっぱいですね。ほら、僕のね、ほら、大きな大きなおっぱい。この僕のね、大きなおっぱいに、みんな飛び込みたいと思っているんじゃないのか。まあね、今日ぐらいはね、今日ぐらいは許そうかな。見てほしい、僕の、この、かわいいお顔を。ああ、じらす、じらす、じらすね、じらすね、と。情のうちじゃないから、ちょっと、情のうちじゃないからね、情のうちじゃ。かわいい。ああ嬉しいよ。見て。どう。切り散らかすとこんな感じになるんですが、なんと、お塩ママ、ご乱心。お塩ママがご乱心、お塩ママがご乱心して、ハム耳がついた。ハム耳がついた。もう僕、天使だからね、ハム耳を生やすことだって余裕ではあるけど、お塩ママがご乱心したー。今日、まずね、お正月衣装見せる前にも、今のね、ルナね、今日、このね、今まで1年間着てきたドレスをね、脱いで、新しいお衣装を、着るのだよ。それをね、まあ、1年間同じのを着てきて、今日ね、新しいお衣装、みんな、もうね、ルナずっとね、見せたかったのだよ。ルーナのお正月衣装、お披露目まで、3、2、1、デジドン。みんな、明けまして、おめでとうございます。なんとルーナ、髪の毛ね、ちょっと、言ってみたのだよ。全身も見せるのはね、
来週はこんな感じのもの。ほら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 。あと、もう一個。もう一個で、パパにね、おめかしをね、してもらったのだよ。ほい。ベリーブー。カメカバでもいいけど、ベリーブーもいい名前でしょ？かわいい、おしゃれ。あのね、なんか、この帽子ね、なんか、どんぐりさんみたいでかわいいって思ったの。長女なしバージョン。どう？これで、お着物の模様がよく見えるのな。お星様なのな。でね、この襟のところがね、三日月になっているのだよ。そう、今年も一生懸命頑張るぞ。えいえい、王のグーでした。ね、これからもホロライブと一緒に楽しい幸せな毎日を過ごしていきましょうね。ね。まあね、わためのお気に入りは、最後に見せる、3番目に見せるけど、ちょっと順番にね、見せていきたいなと思います。お？おわわわ？あ、ブーツが、普段からもブーツは履いてたんだけど、新しい、おニューのブーツ！ふみママ、これ。細かいとこ見てほしいんだけど、これ、手書きだよな。ちょっと、塗りとか、恥ずかしいかもしれんけど、アップにすると恥ずかしいかもしれんけど、多分これ全部手書きだと思う。このさ、内側に行くにあたって、花びらがさ、こう、花びらが、こう、すぼまっていくの、内側に。これすごくない？手書き。着物ってさ、ぐっと、こう、お胸のとことかをさ、揺れてんねん。バカーン！まあ、これが第一形態なのじゃ。動くようになった気がすんだけど、前より、2.0 の時よりなんか、動くようになった気がする。すす。三つ編みー三つ編みー、どう？似合う？よかったら、スクショ撮ってね。次は坊主か。坊主なわけないだろババーン。なんかショートみたい見えるけど。どうかな？ウィママイラストレーターのしぐらいおいです、じゃないよこれ最終形態じゃないからね。まだ正月ナイトフィーバーできるよ。これで上にもつけられるようになりました、サングラスがまだこんなもんではない、まだこんなものではないぞちょっと気持ち悪い。しかもさらにここからいや、すごいデカさなんだよな。これ見る？そう、今回ふみママと通話をしながらいろいろちょっと決めさせてもらって、でケッフィーパパがね、仕立ててくれたんだけど、さすがにこの鏡餅の動きは、やったことないから、ちょっと、自分にとっても挑戦ですって言ってたけど。